か。悩みですか。はい、なさそうだけど。いや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 、このまま育ってて、はい、この2人の子はどういう子なんだろうって不安はありますよね。で、これから上の子だったらもう思春期迎えて反抗期があるわけじゃないですか、うんうんうん、で、下の子はまあイヤイヤ期がそんなにないというか、あ、そうですか、まあ、いやいや言うんだけど、うん、まあ上の子ほどでもないし、うん、全然もう、はいはい、いやいや言っときなみたいな、ちょっと余裕がある、うん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 、で、このままこういった時に上の子が今の子やり合うし、お風呂も一緒に入るんだけど、うん、はい、お風呂入って髪の毛は僕が洗ってあげるんですけど、いやいい、素敵で、体もバーッと洗うじゃない、はい、で顔だけは自分で洗うので、なんでかっていうと、なんかこう泡立てて、はい、うちの奥さんがやるんだけど、泡立ててこうやってつけて、はい、なんか洗うんだって、はい、俺は別にこう洗顔つけてガーッてガーッて洗うじゃないガーが嫌だと。そうで、そしたらうちの娘が先に、じゃあもう一通り終わってから顔だけ洗ってお風呂入ってきなねっつって、俺はお風呂こう桶に入ってるの。そしたら、泡だらけになって目開けられないから、お父さん、どこどこと言われて。かわいい。で、っつってもうバーって出して、シャワーでガーってやるの。そしたら、わーとか言って。なんでかけんのって言うから、え、なんでって言ったら、まだ今、こうやってやって時間置いてんのって言うから、知らねえよ、そんなのって。女子ですね。え、何パックしてるような気分なんだ。そうなんですね。何秒間か多分自分で数えてるとか言ってんだけど、知らねえよ、って。じゃあ知らねえよってじゃあもうそんな一緒に入んないよとかっていつもそんな喧嘩してたりとかさするのね。やっぱ女の子ってそんな風になるんですね。まあ、結構やっぱり髪の毛も長いから違くのも好きだし、あと今1年生でしょ、で4年生5年生6年生なんてやったらさ、反抗期が絶対あるじゃん。自分もやっぱり結構家にいる人間じゃない、うん、いや明け方じゃないから、その娘と結構一緒にいるから喧嘩もするし、うん、それが周期になった時どうかなと思って、はい、どういう態度を取っちゃうんだろう俺はっていうのが怖い。もうちょっと漠然としたこう心配とか不安が、そういうのもすくすくに来る先生に相談するわけよ、うん、いやいいですね。そうすると、そうなんです、イヤイヤ期がすごい子っていうのは、うん、思春期意外におとなしいよ。え、そうなんですか、って言ってた。え、ちょっとメモメモメモで、え、何、イヤイヤ期があんまない子っていうのは思春期で爆発する可能性もあるんだって言われてマジっすかって皆さん聞きました。両方とも何もないとかって、親はさ、はい、ない方がいいじゃん、どっちもない方がいいでしょ、うんうん、だけど絶対ある、あって当然なんだよね、やっぱ一回が来ると。そうそうそう、うんうん、でもそれはなんかそのなんか反動みたいなものがあったりするとかさ。そうか、じゃあ愛情を注ぐのはやっぱ1歳2歳とかだからさ、うんうんうん、でそれがその時のものが必ず返ってくるし、思春期はあって当然だからって言われて、あとね、もう一個、僕が本当子供といろいろ喧嘩してさ、はい、上の子でもまだいやいやいや言うわけよ、はい、で、そう、先生どうなんですかねって言ったら、でも学校行くとね、うん、めちゃめちゃいい子なんですよねって、すっごい姿勢もいいし、あ、そうですか、そう、先生からもすっごい褒められるの。小学1年生ですね、1年生、はい、じゃあ例えば、はい、家でいい子で外で悪い子あなのと、はいはい、家で悪い子だけど外でいい子、どっちがいいですかと。家で悪い子っていうか、悪い子じゃないですもんね、自分で発散して、うん、もう、いやだこんなにはだー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 わがまま言ってる方が、うん、外行ってちゃんとするんですよって言った時に、あ、そっかと思った。そう、確かそっちの方がいいと思った。うちも4歳の男の子が保育園で、うん、やっぱこう保育参観とかすると立派にやってるんですよ、うん、それなりの子供ならではのコミュニティではい、はい、え、家であんなやだやだ言うけど頑張ってんだって。そうなんだよね。そうだから、やっぱり家では甘えてね、そこちょっとイライラしちゃう時もあると思うんですけど、そうやっぱ友達がこうできて外を知ると、うん、そこと比べられる自分がいるし、うん、なんか薬飲まない時とか、何々君も薬飲むんだよって言うと、うん、ポクッと飲むこともあるらしいよ。なん、え、それ何々ちゃん、ちょっとね、水さん毎週来てもらえますね、すごくそうそうそういや、これも全部ね、番組で聞いたことあるんだけどさ、いや、でもね、いろいろな人からこう聞いて、プロの先生が、うん、そうですか、ただそうは言っても、うん、実践してできるかさ、できるもんでもない。たまたまそれがハマることもあるし、ハマらないこともあるから、うん、桑畑いつもイライラしてる先生言ったことちゃうじゃないですか、あいつはいつもそれで、また文句言ってから
でもお互い桑畑もそうだし、僕も先生たちから聞いたこととかをやっぱり家で実践してみようって思うわけ。番組で言う人ってやっぱそうだし、うん、って言われたことでやっぱ発散してくれるお母さんたちもいるし、うんうん、やっぱ話をするっていうのが大事じゃないですか。いろんな人とそうですね、こういう意見を言い合って、はい、あ、そうなんだとか、うん、ね、もしかしたら向こう側でいやそれは通用しないよって言ってる人もいるかもしれないし、うん、そうですね、本当子育てって人それぞれですもんね。そうそう、もうそこの家庭っていうかね、人それぞれなので、うんうん、やっぱおしゃべりして、うん、こうね、押し付けたりとかそういうのできないから、本当おしゃべりして情報交換して、うん、寂しくない、一人じゃないよっていうのが、そうそうやっぱいいのかなって私も思いますね、うん、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。パソコンからご覧の方はこちら、そしてスマートフォン、タブレットからご覧の方はこちらの下からチャンネル登録をしてくださいね。ぜひまた見てください。